こんにちは、ブレイダーズの小林です。今日はですね、ポジショニングと期待値、はい、こういったテーマでお話をしたいと思うんですけれども、ポジショニングって言えばですね、別名っていうか、違う言い方をすれば USP ですね、ユニークセリングプロポジションということですね。あなたのビジネス、会社のユニークな強みっていうことになってくると思うんですけれども、今日はですね、USP についてお話をすれば、もうそれだけでも一冊のマニュアルになってしまいますので、今日はですね、ポジショニング、自分のビジネスをどうポジショニングするかっていうこと、時にですね、絶対に切り離せないですね、お客様からの期待をするってことですね。はい、この関連性についてお話をまず最初にしたいと思います。そして最後にですね、その相関関係ですね、ポジショニングとお客様からの期待値を、どういうふうにですね、駆使して、最大限の成果を手に入れることができるかと、はい、そういった2つのポイントについてお話をしていきたいと思います。まず身近な例でちょっとお話をしていきたいんですけれども、私はですね、朝非常に早いので、コンビニを非常に使います。同じ例えばそのブランドのコンビニも店舗いろいろ行ったりとかですね、違うブランドのそのコンビニも行くんですけれども、共通して考え、気づくことがあるんですけれども、それはですね、やっぱりですね、なんて言ったらいいですかね、ほとんどがそのパートさんとかアルバイトの方だと、はい、そうするとですね、これはその決してそのだからダメとか言うんじゃないんですけれども、やはり、自営業者のようなですね、その、気持ちが、入っていないと、はい、そうするとですね、どういうふうに見えるかと、コンビニっていうのは このぐらいのサービスで、利便性を買ってるんだからよしとしようと、はい、そういった捉え方をします。はい、で例えばですね、今度はその、ファミリーレストランですね、ファミリーレストランに行ってですね、お水を持ってくるのを忘れるウェイトレスさんがですね、はい、それとかオーダーを取りに来るのを忘れる、はい、こういうのはですね、700、800円のそのランチの値段ですね、それから考えればこんなもんだろうと、それ大した腹も立たないわけですね。はい、で例えばですね、これがですね、その立ち食い そのお寿司屋さんですね、2人で行っても何万というお金がかかるところですね、昼間でも、はい、そういうところっていうのはですね、もうその、なんていうんですかね、カウンター越しにですね、何人も そのご主人とか、そのチームっていうんですかね、お弟子さんたちがですね、もうお客様の一挙手一投をですね、じっと見て控えてるわけですね、私がよく言う中腰の状態なんですね。はい、ですから、そういうところでですね、お茶をおかわりちょうだいなんて言う必要ないわけですね。はい、もう自然と向こうがですね、先手打って持ってくるわけです。そうするとですね、やはりその、立ち食いのお寿司屋さんというのは、こういうもんなんだと、はい、それが普通なんだというふうな、私の期待値になってくるわけですね。はい、そうするとですね、例えばお寿司屋さんでですね、気の利かない、例えばお弟子さんがいるとですね、もうそれが浮き立っちゃうわけですね。はい、そうすると、なんだよここはっていうことになるわけですね。そうすると、せっかくその他は万全であったとしてもですね、もうちょっとほんの気の利かないその お茶の出るのが遅れるとかですね、そういったことで期待を裏切られたといったような気持ちになってしまうわけです。はい、で例えばその話を戻しますけれども、コンビニエンスストアですね、コンビニエンスストアで、やっぱり店員さんによってもう全然違うわけですね。もう本当に気持ちのいい店員さんで、出しゃばらずに、愛想がよく、そしてですね、例えばジュースを3本買って、お弁当を3つ買って、いろいろこう、例えばタバコをちょうだいよと言った場合ですね、もうその見た瞬間に適切な袋の大きさっていうものをもう分かるわけですね。で、ピッと出してですね、もうそのピシッともう、きれいに入れて手渡してくれると、はい、そのなんていうんですかね、物理的なその時間というのは当然かかってるんですけれども、体感的な速度というのはですね、もう即答に近いわけですね。そして仕上がりも抜群ですね。ですからそのなんていうんですかね、際立つわけです。はい、この店員さんはすごいなと、はい、そうするとですね、これもですね、そのある程度のその期待値っていうですね、例えばここの場所はこのぐらいだもんだろうと、はい、そういった時にですね、その期待をいい意味で裏切ってくれるとですね、もうその人が際立つわけですね。
はい、そうするとこの店はいいなってやっぱりなるわけです。はい、ですから、このことで よく考えていただきたいのはですね、インターネットビジネスっていうのはその物理的なその例えば店舗ですね、ビルを建設したりとか、銀座の一等地にその出店するとかそういうことをしなくても済むわけです。ですから、もうわずかばかりのお金でその一流のそのブランディングっていうのはやろうと思えばできるんですね。はい、見栄えだけですね。そうするとですね、いや、まあなんていうんですかね、うまくそれで乗り切れればいいんですけれども、そこにですね、お客様からの期待を裏切ってしまうっていう行為をやるとですね、まあそれが逆効果になってくると。はい、ですからそのポジショニングもそうなんですけれども、そのコピーライティングもそうな、同じことが言えると思います。あまりにもですね、すごい約束をしてしまうとですね、結果として期待を裏切ると、はい、そういったことになってきます。です、まあ、逆にですね、自分の体力を温存しながら、ある程度のポジショニングレベルですね、そうすることによって、お客様の期待をいい意味で裏切り続けていくと。その間にその、まあ、会社の体力、スタッフの教育などを進めながらですね、まあ、常に躍進をしていくと。はい、そういったその極端に言えば2つのアプローチ方法があると思います。さらにですね、例えば、まあ、ブランディングを強化してそのポジショニングも高いハイレベルなポジショニングをしたと。そうした時にですね、通常は大手ではできないようなことですね。例えば、何らかのトラブルが生じた時にです、責任者からですね、通常は電話での対応を一切しませんと言っているのに電話をかけて謝罪すると。そうするとですね、やはりいい意味で期待を裏切ることができると。はい、ですからその単純にですね、ポジショニングを低くして高めのことをやる、高めに、まあ、ポジショニングして、一歩階段を下がっていくと、はい、いろんなその何ていうんですかね、そこに、作戦があると思います。はい、ただその時常にですね、自分のポジショニング、世間様から自分の会社がどう見えるのかっていうものを自分で最初にデザインする必要があるんですね。そうした場合、世間様はどこまでのその期待値ですね、これぐらいが当然だっていうものはどこにあるのかと、それを常に、意識していくことが大事なんではないかと。はい、そういうふうに考えますね。はい、で、まあ、そういったそのポジショニングと期待値を駆使してですね、まあ、それを、まあ、あなたのビジネスにとって最大化していくと、効果を最大化していくっていう、ちょっとポイントについてお話をしたいんですけれども、先ほどお話ししたコンビニのちょっとことを思い出していただきたいんですけれども、例えばですね、まあ、私コンビニの店員さん観察するの非常に好きなんですけれども、例えばもう1年以上勤めていると、はい、1年以上勤めているにもかかわらずですね、例えばそのお弁当とかいろんなものを買うとですね、もう袋が小さすぎたりとか、もう不安定、バランスが悪くてですね、倒れちゃうと。はい、もうそうす、まあ、そうすること、まあ、それはそれで、まあ、いいんですけれども、やはりですね、それを例えばもっと気持ちを入れてですね、一つ一つどうしたらもっと早くお客様を待たせなくできるのか、どうしたらもっときれいに、袋に入れられるのかと、常にその自分自身でですね、まあ、仕事に対してですね、今自分がやれることに対して全力を尽くしていけばですね、もう先ほどお話したようにですね、この店員さんすごいなっていうふうに、もう非常に簡単にそのスタンダードですね、際立つわけです。はい、ですから、まあ、働いていく中でですね、3種類の人間がいると思うんですね。まあ、1つの種類の人間というのは、まあ、何も考えないと。ですから、何もその進化しないわけですね。はい、で2つ目というのはですね、そこそこできるんだけれども、まあ、気持ちが入らないと。そうするとですね、まあ、そつなくこなすんだけど、まあ、大した印象も残らないと。はい、まあ、そして3つ目なんですけれども、まあ、先ほどもお話した通りですね、どうしたら今自分が、やれることをもっとよくできるのかと、そしてもっと早くできるのかと、常にそういう気持ちでいるとですね、まあ、黙っててもですね、目につくわけですね。はい、ですからそこがそのお客様の期待値を、いい意味で裏切ると、期待を裏切るということで、まあ、どんどんその自分自身がいいポジションに行くということですね。ただしもう上のハイクラスになってくるとですね、もう
まあ、野球でもプロでも 3割打者って言いますよね。ですからもう僅差になってくるわけですね。ですからものすごく際立つっていうことが難しくなってきます。ですからある程度のポジショニングまではもう最短でちょっと心を変えるだけでですね、もう最短である程度 そのトップグループに入ることはできると思います。だからそこからですね、いかにそのなんていうんですかね、お客様の良い、意味での期待を裏切っていくのかと。それが先ほどちょっと触れました、こんな大企業、こんな大きな会社だったら、そんな直接連絡も取れないんだろうと言った時に、ちょっとそこで、こちらから階段を下がっていくということでも、非常に有効な手段になってきます。はい、ここでですね、最後にそのこれはもう本当精神論じゃないんですけれども、もうこれはもうきちっと考えられたですね、戦略なんですね。はい、自分をどう位置づけるのか、自分個人もしくは、会社、はい、例えば自分がトップではなく働いている方であってもですね、自分自身のポジショニングと期待値というのは常に意識する必要があると思います。はい、先ほどお話したその3種類の人間でですね、3番目のですね、もう全力投球していく人間というのはもう絶対に世間がほっとかないわけですね。はい、もうどうしてもどんな場所にいても目立ってしまうわけです。はい、それは見てくれがどうことかそういうことじゃないですね。はい、もう本当に打ち込めばですね、本当のプロになっていくわけですね。例えばですね、どうでしょう、お魚屋さんでシラス 200g ちょうだいよって言えばですね、まあ、ビニール袋に手入れてバッと裏返しにしてもう無造作に掴むと、そうするとピタッと 200g なんですね。はい、で例えば単純な紙を3つに折ると、はい、もうささっともう瞬間的に紙を取り出して折るんですけれども、1ミリの誤差もないと。これっていうのはですね、一つ一つの自分が今すべきことってものに対して全力投球して常に良くなろうという、まあ良くなる、そしてより早くなる、そうするとですね、どん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 それが研ぎ澄まされていって無駄な動きがなくなってくるわけですね。そうするとシラス 200g 取る姿がもう美しいんですね。髪を三つ折りにする姿が美しくなってくるわけですね。はい、そうすることでそのあなたのそのブランドっていうものが、強化されてくると思います。はい、ですからこれは何だ精神論ではありません。一つのことに通ずるとですね、その職種がどんなものに、ビジネスがどんなものになってもですね、そのエッセンスっていうものは、変わらないと。はい、ですから髪を三つに折ることことから真理に目覚める、もしくは大型プロジェクトを次々とこなしながら真理に目覚める、これ一緒なんですね。大工さんでも魚屋さんでも、不動産屋さんでも何でも一緒だと思います。ですからやはりですね、常に自分をどうアピールしていく、どうポジショニングしていくのか、世間様はどう自分を評価するのか。はい、よくですね、自分は頑張ってるのにっていう人もいるんですけれども、それっていうのは間違いなんですね。はい、評価っていうのは世間様がするわけですね。はい、ですから自分がどうこうじゃないんですね。ですからここに客観的な目を持ってですね、常に、ポジショニング、そしてお客様からの期待、はい、期待をいただくってことは嬉しいことなんですけれども、やはりですね、非常に自己研鑽が必要になってきます。その自分のポジションが上がれば上がるほどですね、お客様からの期待っていうものはものすごく高くなってくるわけですね。はい、ですからそこにですね、プロの魂というかプロフェッショナリズムが必要になってくると思います。はい、ありがとうございました。